では教えてくれ、大統領は誰だ？ロナルド・レーガンだよ。レーガンだって？じゃあ副大統領はジェリー・ルイスか。30年後のカリフォルニアの街から高校生がタイムスリップしてきたなんて、科学者はとても信じられない。まして西部劇の俳優が大統領になっているなんて。1985年に公開された映画バックトゥーザフューチャーの一場面である。政治学者の村田浩二さんによると、2期目に入ったレーガン大統領は怒るどころか大いに気に入っていた。翌年の一般教書演説でこの映画を取り上げて述べている。我々の行き先に道が敷かれている必要はない。確かに行き先で何が起こるかわからない。ウクライナでは平凡な教師が大統領選に選ばれ汚職と戦うドラマが好評を博していた。主役を務めたコメディアンのゼレンスキー氏が2019年本物の大統領に就任してしまう。既存の政治に対する国民の怒りが追い風になったとはいえ、経験のない氏の言動には不安がつきまとっていた。今回のロシアの侵攻についても、政治の素人ゆえの外交の失敗が一因との指摘がある。ただ、圧倒的な兵力で押し寄せるロシア軍に毅然と立ち向かう姿に、多くの国民は信頼を寄せている。ウクライナ軍の士気も高い。昨年8月、イスラム原理主義勢力タリバンによる首都制圧の前に逃亡したアフガニスタンの大統領とは大違いである。一昨日は EU への加入申請という新たな一手も打った。レーガン大統領は冷戦終結の道筋を作る偉業を残した。ゼレンスキー氏、そして核兵器による恫喝まで口にするようになったロシアのプーチン大統領にも、やがて歴史の審判が下される。